柴田巧君。今日、みんなの党の柴田巧です。私は会派を代表してただいま議題となりました平成23年度決算に関連し、安倍総理並びに関係大臣に質問をいたします。平成23年度決算は民主党政権で予算が編成され、そして執行された結果であります。民主党は税金の無駄遣いや天下りを根絶することを国民に約束して政権を獲得しましたが、平成23年度決算を見ると約5296億円という過去2番目に多い金額が会計検査院から指摘されています。事業仕分けで歳出抑制を強調した民主党政権ではありましたが、政府関係機関の事業の無駄や不正は依然変わりはありません。このことは民主党政権の行財政改革の取り組みの不十分さを示すものであり、改めて民主党政権の失政を厳しく指南しなければなりません。しかしこの平成23年度決算で浮かび上がった問題の多くは、長く政権にあった自民党公明党時代に弱気し解決できなかった課題であるのも事実です。そのうちの一つが独立行政法人をめぐる問題です。会計検査院が全独法の保有財産の現況や不要財産の認定状況等について検査したところ、事業用の土地建物宿舎等が有効活用されていない事態が判明しました。また平成23年度までに独法が国庫納付したものは約8685億円ですが、その大半は政府の指摘によるものであり、各法人が独自に認定した不要財産は約57億円にとどまっています。そこで独法には有効に利用されていない土地建物及び宿舎に関し、将来にわたり必要がないと認められる場合、速やかに不要財産と認定するなどして処分したり、幅広い資産を対象にした見直しを自主的積極的に行うことが求められますが、どのように進めていくのか稲田行政改革担当大臣にお伺いをいたします。さて、独法の改革をめぐっては現在行政改革推進会議の独立行政法人改革に関する有識者懇談会で議論されていますが、一部報道によると政府は民主党政権が決めた独法の統合再編案を取りやめ、独法制度を維持するとのことであります。しかし天下りの受け皿となり、無駄と非効率の温床である独法は廃止民営化すべきではありませんか。総理のご見解とともに独法改革の今後のスケジュールをお伺いをいたします。次に特別会計についてお尋ねをいたします。17ある特会の平成23年度決算処理後の積立金の合計は約168兆円にとなっていますが、かねてから巨額に上るこの積立金が問題視されています。平成18年に会計検査院が参議院に提出した報告書の中で、積立金についてはほとんどの資金でその具体的な基準を定めていない、このため積立金等の残高が適正な水準であるかどうかを判断できず、財政統制が機能しにくい状況となっていると指摘し、その是正を政府に求めました。こうした指摘を踏まえ、当時の尾身財務大臣は、平成19年上会で特会法案の審議の際、その必要性、必要な水準等を特別会計予算書に送付された積立金明細表で明らかにすると答弁をし、平成19年度特会予算からその必要性や根拠が各特会の積立金明細表に記載されるようになったわけであります。しかしながら、あの特会改革から6年を経過した現在でも、大半の特会は積立金明細表は必要な金額を積み立てるとの記載があるのみで、具体的な数字や適正な水準が明示されていないのが実態です。そこで積立金明細表で明らかにするとした特会改革時の財務大臣の約束が果たされていない以上、特会法を改正して積立金の適正水準を明らかにし、それを上回る金額を一般会計に繰り入れることを義務付ける必要があると考えますが、麻生財務大臣のご見解をお伺いをいたします。とにかく特会改革は待ったなしです。安倍内閣においては
民主党政権下で一旦は取りまとめられた特会改革法案を凍結をしましたが、それに代わる改革案を示してはいません。本年2月に行政改革推進会議の初会合で、特会の事務事業についてなど、3つの視点が示されましたが、これまで散々指摘されてきた点ばかりであり、新味がありません。そこで、どのような考えに立って特会改革を進めるのか、また、いつまでに改革案を求めるのか、総理にお伺いをいたします。次に、政府調達についてお聞きをします。政府調達は、縦割り行政の弊害、公務員制度、天下りの問題、予算の単年度主義、使い切り主義、会計制度等、現在の我が国行財政の根源的な問題と複雑に関わるため、その改革がなかなか進みません。しかし、コピー用紙から庁舎、戦闘機まで、省庁や独法等政府機関が当事者となる契約だけで、毎年10兆円を超えており、政府調達の見直しは必至です。そのためにもまず、情報通信技術を活用して、国の調達業務を最適化することが必要です。調達業務の最適化については、府省共通の電子調達システムの開発が総務省主体に進められているところです。調達業務がシステム化されれば、企業の利便性が向上するとともに、国の物品、役務等の調達に関わる内部手続きが原則電子化され、行政の簡素、効率化が進むことが期待されます。そこで、府省共通の電子調達システムの開発による経費削減は、政府全体でどれだけできると見込んでいるのか、運用に向けた今後のスケジュールとともに、新藤総務大臣にお伺いをいたします。さて、我が国の場合、府省それぞれに調達計画はあるものの、調達に関する政府全体の基本方針や統一戦略がなく、結局、各府省それぞれに物品等を購入しているのが現状です。このため、同様の物品購入においても、調達する府省により、購入価格が何割も違ったり、あるいは民間企業より割高に購入している事例が生じています。こういう状態を是正するためにも、府省間の情報の共有化や、優れた実践例の普及に努めるべきであります。そこで、各府省が保有する調達に関する有用な情報や、調達改善のノウハウ等の共有化、標準化を図り、その有効活用を行うことにより、政府調達のコスト改善を目指すべきでありますが、今後の取り組みを行政改革担当大臣にお伺いをいたします。最後に、公民制度改革についてお聞きをします。第一次安倍政権では、総理の言葉を借りるならば、あの渡辺芳美を思い切って行政改革担当大臣に任命するなど、国家公務員制度改革を進めようとする強い意志が感じられました。しかし、現政権では、ここ数年の取り組みの検討検証の連続で、公務員制度改革を断行しようとする本気度が伝わってきません。私たちみんなの党は、当時野党であった自民党と、平成22年の第176国会に、幹部国家公務員法案を共同で提出をいたしました。この法案は、幹部公務員人事の一元化や、幹部職の公募制の導入等を規定したもので、まさに国家公務員制度改革の一丁目一番地でありました。ところが、安倍内閣が発足して5ヶ月経ちましたが、この幹部国家公務員法案は未だに閣法として提出をされません。まさか野党としての気楽さから法案を提出したわけではないと思いますが、自民党が政権に就いた今、すぐにでも実行に移すべきであります。そこで、自民党が野党時代に我が党と共同で提出した幹部国家公務員法案を今度は閣法として一日も早く今国会に提出すべきでありますが、どこに具体的な問題があって遅れているのか、総理にお伺いをいたします。ところで、国家公務員制度改革基本法案によれば、公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進する改革推進法務の設置期限は、本年7月10日までとなっていますが、同基本法に基づく関連法案等は成立をしていません。しかし、期限が来れば本部がなくなり、改革を進めていくことは不可能であります。このため、改革推進本部の期限を延長してでも、改革は断固やり抜くべきであり、政府は期限を延長する法案を出すべきであります。
もし政府が期限延長法案を提出しないのなら、私たちみんなの党が法案を国会に提出する用意があることを申し上げておきます。そこで国家公務員制度改革を断行するため、改革推進本部の期限を延長する法案を提出すべきでありますが、総理のご見解をお伺いをして私の質問を終わります。ありがとうございました。内閣総理大臣、安倍晋三君。柴田巧議員にお答えをいたします。独立行政法人の廃止、民営化と今後のスケジュールについてお尋ねがありました。独立行政法人改革については、行政改革推進会議の重点分野の一つとして、これまでの取り組みを総括点検し、現在検討を進めているところであります。改革にあたっては、制度本来の趣旨にのっとって見直しを行うことが必要であると考えております。個別法人の組織見直しについては、民でできることは民でという基本的な考え方のもと、各法人の事務・事業の性格や実態を踏まえ、研修を行っていくこととしております。早期に改革の方向性を取りまとめられるよう検討を進めてまいります。特別会計改革についてのお尋ねがありました。特別会計改革については、第一次安倍内閣において平成19年に制定した特別会計法などに基づき、会計の統廃合などの改革、剰余金などの活用、歳出の見直しが着実に進展しており、第二次安倍内閣においても引き続き検討し、改革に取り組んでいく考えであります。現在行政改革推進会議において、前政権時代の検討経緯も踏まえつつ、国の財政の一層の効率化、透明化といった観点から議論を進めており、今後与党とも連携しつつ、できる限り速やかに改革を実施できるよう取り組んでまいります。国家公務員制度改革についてのお尋ねがありました。国家公務員制度改革については、これまでの経緯の総括検証を進めてきたところですが、今後は稲田大臣の下で、平成21年に政府が提出した法案について、この5年間の日本を取り巻く状況や環境の変化も踏まえながら精査を行うこととして、おおむね1ヶ月後に国家公務員制度改革推進本部において改革の全体像を決定することを目指します。また国家公務員制度改革推進本部については、本年7月に設置期限を迎えますが、設置期限後も政府は国家公務員制度改革基本法に基づき改革を行う責務を有しており、責任を持って総合的かつ速やかに取り組んでまいります。推進本部についての設置期限を延長する必要はないと考えておりますが、今後の推進体制については早急に明らかにしたいと考えております。残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。財務大臣、麻生太郎君。特別会計の積立金についてのご質問があっております。
特別会計の積立金の必要性やその水準の考え方などにつきましては、ご指摘の積立金明細表への記載を含めまして、できる限り適切な情報開示に努めているところであります。ただし、特別会計の積立金の中には、急激な景気の悪化や大規模災害による多額の支払いに備えるためのものなど、どの程度の水準が適正かというのを定量的に示すことにはなじまないものがあります。また、例えば労使から納めていただいております保険料を積み立てている積立金、これも一般会計に組み入れて、本来の目的以外の財源として活用するというのは適当ではないというものもあります。こうしたことから、現在検討を進めております特別会計改革におきまして、議員ご指摘のような制度そのものの改正を行うということは考えておりません。国務大臣、稲田朋美君。独立行政法人の扶養財産の見直しについてのお尋ねがありました。扶養財産については、独立行政法人通則法により、法人自ら処分することを義務づけており、また、各法人の中期目標期間終了時の組織業務全般の見直しにおいて、所管府省や総務省に置かれた評価委員会が、扶養財産についても点検を行う仕組みとなっています。これに加え、独立行政法人の保有する不要な土地、建物や職員宿舎については、これまでの閣議決定等を踏まえ、国庫納付の取り組みを進めてきたところです。今後も財政への貢献等の観点から、引き続き各法人において、適切に財産の国庫納付が行われるよう、各法人、各所管大臣が取り組むべきものと考えます。なお、独立行政法人改革については、行政改革推進会議の重点分野の一つとして、無駄の排除や業務運営の適正化が必ずしも自律的に行われてこなかった点を是正する観点も含め、これまでの取り組みの総括点検を進めているところであり、改革の集大成となる方針を取りまとめてまいります。また、調達改善の取り組みについてお尋ねがありました。調達改善については、政策の遂行に必要な財、サービスの調達を費用対効果において優れたものとするものであり、無駄撲滅の取り組みにおいて重要な分野と認識をしています。この調達改善の取り組みを推進していくためには、ご指摘のとおり、各府省が有する調達改善のノウハウ等を共有し、政府全体として有効に活用することが重要です。このため、本年4月に行政改革推進本部で調達改善の取り組みの推進についてを決定し、今後、行政改革推進会議において、各府省の調達改善計画に基づく取り組み状況を年2回点検し、各府省の創意工夫による調達改善のノウハウ等を抽出して、政府全体として共有化、標準化を図ることといたしております。総務大臣、新藤義孝君。柴田巧議員から、府省共通の電子調達システム導入による経費削減効果と、今後のスケジュールについてのお尋ねがございました。全府省庁等において、本システムの導入が完了することにより、政府全体で年間約7億円の経費削減と計算しております。また、本システムは今後、平成25年度末から本格運用を開始し、各府省等は平成27年度末までに順次導入をする計画でございます。